デソト軍はアメリカ合衆国ミシシッピ州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16万1252人であり、2000年の10万7199人から50.4%増加した。軍庁所在地はヘルナンド市であり、同軍で人口最大の都市はサウスヘイブン市である。デソト軍は テネシー州にまたがるメンフィス大都市圏に属している。ミシシッピデルタ地域に位置している。この地域で就職機会が増加したことにより、アメリカ合衆国北部や中西部からの移住者が増えている。多くはメンフィス市から白人が脱出してくるホワイトフライトと呼ばれるものである。デソト軍の軍名はスペイン人探検家エルナンド・デソトにちなんで名付けられた。 軍庁所在地のエルナンド氏も同じ由来で名付けられた。デソトは1542年5月にこの地域で死んだとされているが、アーカンソー州レークビレッジ近くで死んだと考える説もある。デソトの遠征にちなむ地名が残っている。インディアン共生移住が行われた後の1836年2月9日、デソト軍がヨーロッパ系アメリカ人によって組織化され、軍域は 北のテネシー宗教から南のテイト軍まで広がっていた。西はミシシッピ川とテニカ軍、東はマーシャル軍までが含まれた。測量の誤りによってテネシー宗教が現在のテネシー州シェルビー軍にあるウィンチェスター道路になっていた。1838年に再測量され現在の宗教に移された。軍内で発見されたインディアンの加工品によって 前世時代、ウッドランド文化やミシシッピ文化のものに結びつけられている。エルナンド・デ・ソトが北、ミシシッピを探検し、現在のデ・ソト郡を通過したと考えられる時に、ミシシッピ文化の人々に遭遇した。学者の中には、デ・ソトが現在のコウモラントこの西でミシシッピ川を発見し、そこでイカダを作ってアーカンソー州、クローリーズリッチに渡ったと考える者がいる。 アメリカ合衆国国立公園局は、メンフィス市の地下層崖から、ミシシッピ州、コアホマ群までを、デソトの通った、デソトコリダーだと宣言した。デソトの時代から200年経って、薬病に見舞われたミシシッピ文化は消滅した。デソトが訪れた、地下座というインディアンの集落は、地下層族の先祖の本拠だった可能性がある。ヨーロッパ系アメリカ人が、 開拓者としてこの地域に到着し始めた時には地下相族が住んでいた。いくつかの集落が互いに接近してあったロングダウンは現在のポント,トク近くにあった。地下相族は西テネシーと北ミシシッピの大半をその両場として主張していた。1816年9月に始まったアメリカ合衆国政府と地下相族の間での交渉は 1832年10月のポント徳条約の締結で決着した。この16年間で合衆国政府の役人はヨーロッパ系アメリカ人の入植を可能とするために地下相続に情報を迫り続けた。1830年、アメリカ合衆国議会はインディアン移住法を成立させ、必要に応じてアメリカ合衆国南東部におけるインディアンの領有権を消滅させ、 強制的に移住させることを承認した。1832年から1836年、連邦政府の測量士が地下相続の領土644万2000ーカーを地図化し、それを軍区、地域、地区に分けた。ミシシッピ州議会はその領土から、デソト、トゥニカ、マーシャル、帝都各軍など10軍を設立した。先の条約によって、 インディアン各世帯には640エーカーの土地が割り当てられていた。部族員数の少ない地下相族にはこの計算で総面積242万2400エーカーが割り振られた。連邦政府は残り400万エーカーを購買に付した。インディアンはその土地1エーカーに対して少なくとも1.25ドルを受け取った。 連邦政府は土地を1エーカーあたり75セント未満で販売した。で、外軍はテネシー州メンフィス市に近接しており、現在国内で成長速度の高い軍の40欠に入っている。成長速度が高いことでメンフィス市からのホワイトフライトが起こり、軍内のサウスヘイブン、オリーブブランチ、エルナンド各市への流入が甚だしかった。さらに隣接する デソトゥニカ軍に大規模なカジノリゾート施設ができて、開発が加速された。デソト軍は、ゴルフ場でも有名である。地元では、ザディップと呼ばれる、ベルベットクリームは、軍内でも著名なレストランである。1947年の開業であり、軍内で、現在も営業が続く最古のレストランとなっている。2010年、USA Today が見から、ミシシッピ州裁量のアイスクリームとして表彰された。 以前は、ウォーターパークのメイウッドビーチがあったが、2003年に閉鎖され、70年間以上の歴史を閉じた。デソト軍博物館とログハウスヘルナンド市にある、デソト軍博物館は、人気のある観光地である。火曜日から土曜日の朝10時から夕方5時まで開館している。入場料無料だが、寄付が奨励されている。展示品には、エルナンドデソトや、 南北戦争に関わる歴史、戦前の家、公民権、軍内各市の歴史などがある。ソト軍はミシシッピ州82軍の中で最も北西にあり、テネシー州とアーカンソー州と接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は496.77平方マイルであり、このうち陸地477.86平方マイル。 水域は18.91平方マイルで、水域率は3.81%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。